女の子ってこうなんだっていうのでこいつを逃がそうとは一つも思わない村人 A がお前かぐや姫気取ってんじゃねえよ今小室が嫌いすぎて好きな人が分かんないストレス山里亮太の山チャンネルもう13回目でございますけども、いやストレス、もうはっきり名前出しますけども小室さんですねまあ皆さんこのテンションで分かってもらうと本当にすごいんですよストレスが。特にこの今週見ました、皆さん見てからこっち見るタイプだとこの感じになるでしょ。そんなにつまんないだったらこの男たち興味ないって本音を言うぐらいのもっとヒールに行ってほしいのよ僕は。その中途半端になんかこう自分のしたい時だけ行ってスノーボードとかやってそんなシーンだけ見せ続けられてもその面白くもないし、まあ、そこに今群がる男がいてくれるから三角関係のこの真ん中にいて君の存在意義ってあるんだけど、それ以外君のスノーボードやってる姿って俺映像見てても感覚的に言うと友達の友達の息子の運動会の V みたいな感じなんだよその後何中村さんがナイターに誘った理由がいまいちだっていうことを急に言い出して、本当にタイプでも何でもない男に時間を奪われたって感覚しかないんだなってこれ気づいて、でその後になんかあのここからが俺が一番怒ってるポイントだ。中途半端にテラスハウスに寄せてキャラクター作ろうとするのやめてほしいのよ。だからなんか好きっていう表現の仕方が中途半端だったとかっていう、その一応恋愛をするモードには来てる、テラスハウスに関わる資格はあるけども、その発動させない周りが悪いんですよっていうのをなんかすごい前面に押し出されてる気がするわけ、こっちサイドとしては。でそれほどの人間じゃないじゃん、あの それをみんながなんとかさあこの人を好きっていう風な気持ちを誰が一番気持ち伝えられてこの氷の心を溶かすのかって、うん、なんかお前ちょっとアマテラス大神テンションかましてんじゃん岩戸開けてごらんなさいみたいなね、うん、まあ誕生日会があるっていうからそこでまあまたご機嫌になるんでしょうけども、それ以外はまた不機嫌なんでしょうけどね。これこの YouTube 誰が見て楽しんでるの俺が間違ってんのかな。タイプじゃない男からアプローチをかけられる、うまく笑えない、どうしたらいいんだろう、うまく笑ってないのは良くないな、そうだもっともっと好きって言ってくれないと笑えないっていう人に信用ってことでしょって思ってんの俺はみんなこの話をしてる時に誰も笑ってないし最近あとは誕生日の計画をね、まあ、翼ちゃんとねしおん君、まあ、翼しおん問題っていうのもね、これテレビご覧の方々、ネットフリックスご覧の方々、ずっと奥歯に物が詰まったような気持ちで見てると思いますよ。あの言っちゃいけないけどみんながうっすら答えが分かってる状態がずっと続いてますシオンはタイプじゃないってだけなんでしょうね。それを言っちゃおしまいよっていうのを、じゃあどうしようと思って今に至るっていう状態なんじゃないですかねっていう勇気がスタジオではないんですよねただもうそこら辺が目に入らないぐらいもう小室さんがもうストレスなんですよね俺もうこれあのエンディング告が使われてるか分かりませんけども、本当に女性メンバーバーっていて、翼さんか小室さんかで、そのでも抱くならどっちみたいな話になったんですよね。でまあみんなどうみたいな時に俺ごまかしちゃったんですよ。いや僕は何すかねみたいな一番滑っちゃったんですあれ滑った理由ってのが、あそこで思いついたその僕のしたいことってのが、ちょっとやっぱトリちゃんとかいるところでは喋れないというか、そのエンターテインメント性が欠けてたんですよね、うん、僕があの時思いついたのは、正座してる僕を小室が上から見ながら罵倒を浴びせるところで一人でするっていうのを考えたんですよこれさすがにトリちゃんがいるとかは言えませんしね。そしてまあこれが YouTube に載るとも思いませんあの驚くかもしれないですけど今日これで終わっちゃおう